カ内バイパスとカ内東浦来赤カ内バイパスは地域高規格道路上新自動車道の一部となる国道353号のバイパス2020年6月7日に開通なお現地案内板上は国道353号のマーク上新自動車道でカ内バイパスの名称は使用されていない高速道路に準じた構造の道路が整備することで 速達性と定時性の高い走行が可能となっている。また現道となる群馬県道35号渋川東阿賀津線は朝夕の通勤時間帯を中心に渋滞が発生しており、現道の交通がバイパス道路に転換することで現道の交通量が減少し、渋滞や交通事故を減少させることを目的に計画された。 国道17号渋川西バイパス国道353号、河内バイパス国道353号、川島バイパスあたり道路は周知の埋蔵文化財、放蔵地である、河内遺跡群の中を貫いており、道路建設に伴って2012年に行われた、河内東浦遺跡の発掘調査で、6世紀に春名山の火砕流に巻き込まれた、こう起きた。 呂粉寺が出土するなどの発見があった。上信自動車道加内 IC、箱島 IC が開通。群馬県。2020年6月7日閲覧。令和元年度上信自動車道バイパス整備事業。群馬県。2020年4月30日閲覧。上信自動車道、加内バイパス群馬県埋蔵文化財調査事業団 2014p1。ありがとうございます。